四つ筋トラカミキリクローレファースクインキファシタスは、カミキリムシ科の昆虫の一つで、黄色くて全脂に黒い帯模様を持つ、トラカミキリの一種である。体長16から17ミリメートルのカブトムシ。頭部は小さめで、表面には、粗大な天国が散らばる。触角同士の間隔は狭い。触角は、あまり長くなく、伸ばして、ようやく全脂の前半部に届く程度で、ブシが、 最も長く、また、基部の五節はその仮面の円に池が並ぶ。前胸は乱形をしており、その背面の最上部に下流と天国が密集する。前主は、畳むと後方に向けて、次第に狭まり、先端は真横に切断されたようになっており、そこから、腹部の末端が常に突き出ている。また、前主背面には、天国があるが、密接した毛によって見えなくなっている。 後ろ足が特に長くなっており、その桃節は全死交代を優に超えて伸び、形節も長く、節ではその第一節が特に長くて、それより先の部分のほぼ2倍近くある。体色は基本的には黒であるが、表面に黄色の短く伏した毛を密生し、全体としては高褐色に見える。全境背には、 玉状の形の横に長い黒い斑紋があり、前紙には前半部に半肝状の黒い斑紋が両側面に、その前後に2本の黒い帯があって、これを包む。さらにそれらの後方に黒か主色の横帯が入る。覆面では腹部第一節の基部側が黒か主色でそれ以外は黄色を帯。る。ただし退色や斑紋にはかなりな程度に地理的な変異。 および個体変異があることが知られている。別名に、五筋虎神霧があると、石井他編にはあるが、他の出典には、そのような記述はなく、現在は使われていないと思われる。日本では、本州、四国、九州、津島、壱岐、男女群島、五島列島、薬島、種子島、琉球列島のトカラ列島、奄美諸島、沖縄、先島諸島から知られる。 国外では、朝鮮半島、チェジュ島、及び台湾から知られている。日本本土では、団地製の種とされ、海岸のシーカシ・ハヤシによく見られるほか、公園など、人里周辺でも見られる。成虫の出現は、八重山諸島では5月より、関東地方では7月からで、9月頃まで見られる。赤目シワなどの花に訪れるほか、立ち枯れの木や伐採木にも集まる。 幼虫は、様々な紅葉樹の古種木、不休儀を餌とし、その細部を食べる。イリオモテトラカミキリシーアリタイは、本種と反紋がよく似ているが、全種の反紋が異なるので区別は容易である。とのことで、この種は、琉球列島の沖縄島以南に見られるというので、本種と分布域が重なるが、この種の方が、個体数は少ないという。以下、種として、石井保編。 P1233、林田編著、P71、林田編著、P71 鈴木、P47 鈴木、P47 以下、鈴木、P47、林田編著、P71。ただしこの書では本書に関してその半分に変異が大きいとも書いてあり、これでは同定しようがなく、図鑑の使命を放棄していると言われても仕方がないと思う。ありがとうございます。